今回は、トマト、ね、こっち側のトマトの鉢上げをやっていきます。で、見事に徒長しちゃってるんで、最初温度調整ミスって徒長させちゃったのがそのまんま影響して、長くなっちゃったけれども、これも挽回の仕方はあるんで、これをね、徒長した苗の鉢上げの方法っていうのを、話しながらやっていこうかなと思います。それでね、まずは苗を取っていくんだけれども、この時俺よく使うのがこのフォーク。フォークすごく使いやすいのさ、ね、これで刺して浮かしていくんだけれども、余計な土はこの隙間から落ちていくし、幅もあるからすくいやすいっていう、そういう感じでこれが使いやすい。フォークが一番おすすめ、俺は。で、取る時の注意点としてなんだけれども、この軸をこう掴みたくなるだけれども、じゃなくて葉っぱを持って、で特に本葉じゃなくて塩を持って、で下からゆっくりそこからすくい上げるように持ち上げると。でこの時も一個一個バラしていこうね。あ、こっち行こうね。でこうやって持つ時も葉っぱを持ってやると。なんでかって言えば、軸持って軸を潰してしまったり折ってしまえばもうおしまいだからさ、葉っぱ、この塩がたとえちぎれたとしてもまだなんとかなるから、本葉もちぎれてもまだなんとかなるから、ただ軸がここが潰れてしまった、切れてしまったってなるともうそれでおしまいだから、俺は葉っぱを持つように、でちょっと添えるぐらいでこうね、軽くこう押さえとく、落としてもこうで止まるようにね、こんな感じで持ってる。とりあえず葉っぱを持つっていうことが大事になるね。でこれをどんどん上げていくと、で引っ張りすぎても軸が傷むかもしれないから、まあ土の塊が取れた時はもうこうやって優しく持ってあげて持っていくと、ね、これを作業をひたすら続けていく。下からすくい上げるようにね。今日は25個あるんで、まあ結構、まあ大した量じゃないけどね、根っこが少ないな、切れてるかな。っていう感じでやっていきます。で、まあ鉢上げ簡単なんだけれども、この間を真ん中を穴開けて、ね、この俺は端がおすすめだけどもさ、端でまず刺してあと指でも押し上げて、でさっき取った苗をそこに入れてしまうと。でこの時ね、普通の鉢上げだったらこのくらいの深さでいいのよ、あの上手な時と同じでいいんだけど、今回徒長してるから深く植えると。深植えで、ほら、見た感じ普通の苗になったでしょっていうことをやるのさ。深植え、徒長した苗はこうやって深植えすることによって、まあ、挽回できると。これ根っこが少ないね。まあとりあえずやるけども、あのね、トマトってさ、刺し木でも増やすことができるから、多少根なくても多分大丈夫だよ。側根が出てきて、脇の方から根が出てきて生き残るんで、よく脇芽を俺書いた後刺しといて畑の脇で育てたりするから、まあ多少ね、根が少なくても大丈夫。こうやって深植えしてキュッキュッとキュッキュッとね、これも深めに。深めにっても限界があるけどもさ。で、これちょっと土が足りないなーって感じだから、後で土は足しておく。とにかくこの軸をなるべくこう土に埋めて補強するっていうか、支えにする感じで、イメージでやってる。随分徒長したよ、今回。本当に。今までにないぐらい、今までにでも10年前だけどね、やってたのはね。とまあこんな感じで
鉢上げ、この後、まあ、水をあげて、今外で水やるけどもね、今ここでは水やらないけども、これでとりあえず鉢上げ作業は大まかに終わった感じ。あとは水をあげて水管理して、暖かくなったら植えるという感じです。でまあとりあえずこういう感じで、植え替え鉢上げ作業をしましたね。これでまあ普通になんか健康に育ってるように見えるよね。本当のところは、実際のところは植わってる状態を見るとこんなに徒長してもやしもやしっていう、もやしってことじゃないけれども、ひょろひょろっとした苗にしちゃったんだけれどもね、こうやって植えることで、深植えすることで大丈夫だから。でトマトってさ、もともとさ、もともとっていうか、みんな支柱に立てて、支柱に縛り付けて立てて垂直栽培するのがまあ普通なんだけれども、トマトって、まあ、加工用の栽培をするときであれば自培でやることもできるのさ。でトマトって脇からね、茎の脇から根っこが出るじゃん。その根っこで、茎が倒れてもその根っこを出して固定して増えていって伸ばしていって、なんか10メートルだか15メートルだか20メートルだか何メートルだか忘れたけども、まで伸びてそれで栽培できると。なぜそれをやらないかっていうと、栽培する場所、スペースの問題。そのスペースの中に10平米だ10平米、100平米だ100平米の中にトマトの苗を何個植えられるかっていうので考えると、垂直の方が効率的だし、それだけ自培にすると傷もつきやすいと。地面に近いから傷んだり、そういうリスクもあると。まあ加工用だからいいってことでそういうふうなやり方をする場合もあるんだけれども、そういうふうにできるんで、つまり何が言いたいかっていうと、要するに脇から 根が出るんで、長かった分、ちょっと待ってね、今苗見せるけれども、こんだけね、ひょろひょろっと長くなったやつでも、ここまで埋めることによってこの辺から根っこが増えていって、まあそれなりになるし、丈夫になるっていうか、いやまあ丈夫になるかどうかわかんないけども、大丈夫だから。それに脇芽、さっき途中で喋ったけれども、脇芽かけするじゃん、トマトで。その脇芽を土に刺しておけば、それから根が出て新しい苗がまたできるみたいなこともあるんで、だから別に大丈夫と俺は思ってやってるけれども、それに、自然農法、自然栽培の中ではこの苗が育った後に、そこまでの上の方の一番上と二番目の葉っぱだけは残して、あとは全部切って斜めに植えると。で、その切った部分は土に埋めてしまって斜め植えっていうやり方もあるのね。それも結局根っこをいっぱい出すと、シジコンっていうか側根をいっぱい出して、それで株を強くしようっていうやり方もあるぐらいだから、結局のところ、トマトって、俺トマトは育苗するのはね、しようと思ったのは、結局こういう風に結構楽っていうか、リスクが少ない、俺にとってはまあ難易度が低いからやったのね。ただほら、葉物キャベツとか白菜になると防虫ネットをして、まあ農薬使わないから防虫ネットをして、ね、温度を保つためにビニールしたりとか、まあ、ビニールはまあいいとしても、ね、防虫ネットをしてそれを止めて脇の方が入んないようにしっかりと、ね、隙間開けないようにしてやってっていう風なこともしなきゃダメだからやらないんだけども、大変だし弱いし、ね、病気にもやられやすいし、トマトとかは強いから、ね、強いってことはそれだけ楽っていう感じなんで、ぜひトマトのねやつやってみてほしいなと思います。俺みたいに、徒長してね、こんなひょろひょろなっても挽回できる野菜だからね、できる、大丈夫だって。だからそれをやってみてほしいなと思って今回動画にしました。でちょうど徒長させちゃったから失敗してね、ちょうどで、その挽回方法についてお話ししたとね。こうやって鉢上げしちゃえば何もなんか健康な普通の苗に見えるじゃん、徒長したとは思えないじゃんね。ここでちょっと土が足りないからあれだけどもね、ほらね、全然徒長したもんには見えないね。でも実は深植え刺さってるだけっていうね、こういう挽回方法もあるから、他の苗でもまあこういうふうに深植えにしたりもするから、ぜひね失敗を恐れずやってみてほしいなと。まあ失敗、まあ結局のところ俺も畑やってれば何でもかんでもいっぱい失敗してるんだよね。じゃがいもでも人参でも大根でもトマトでもピーマンでもナスでも、まあいろいろいっぱいね、山菜でもさ、ブルーベリーの挿し木したら全部枯らしてしまって失敗しちゃったとかもあるし
ね、今年再挑戦しようと思ってるけど、ブルーベリーの挿し木ね。それで失敗して、失敗したから勉強しようと思うし、思ってやっぱやっていけば、うまくいけば、その失敗があれば次は、じゃああの時こう失敗したから次こうしようとか、そういう風な、今回みたいに徒長しちゃった、あー巻き直ししようじゃなくてね、いやこれ挽回する方法はあるし、覚えてるし、学んできたんだから、こうやってやろう、この命を無駄にしないでちゃんと植えてあげようっていう考えにもなるだろうし、だから失敗するのも恐れずね、やろうと。特に今回やってるのは自分で食べるようなんで、実際に売る、トマトを売ろうとかは俺は思ってないから、これは自分で食べるよう、人に分けるよう、だから取れればいいと。ね、健康の苗にしようとかさ、まあしようとは思ってるけどね、ベストは尽くそうとしてるけれども、失敗しても大丈夫っていう風な、気持ちの持ちようでやってます。大丈夫大丈夫。それが勉強になって来年生かされればそれでいいんだから、ぜひやってみてほしいなって。苗作りね、そんなに難しいことじゃないよね。俺だってね、ハウスとかの中でやってるわけじゃないし、部屋の中でやってるし、電気毛布とか家庭用のやつだし、ね、それでやってるんだから、それでできてるんだからなんとかなるから、ぜひやってみてほしいなと思います。まあ、今後この成長もねお届けしていければなと思います。で、今回は徒長してしまった、失敗してしまったけれども、その挽回して、その失敗したのは俺であってこの子たちじゃないんだからね。ゆとり教育と同じよ。ゆとり教育をした人たちが失敗したんであって、ゆとり教育を受けた人たちが失敗作じゃないの。この子たちが失敗作じゃないの。俺が失敗したの。だけど、この子たちを見捨てることはしないで、まあ、挽回策として深植えでやりました。ね。まあ、喋ってるとこが多かったけれどもね。うん。いう感じで、苗作りをやってみてほしいなと思います。ね。これ、途中しても大丈夫だから。で、もう少ししたら、ナスもやっていくんで、ね。このシンクロナスとファーストトマトのお話ね、お話ですが、今回は徒長した苗の挽回策として、こういう風にやってますっていうお話でした。ぜひ、なんだっけ、育苗ね、恐れずやってみてほしいなと思います。こういう風に集中的に育苗するやり方もあるけれどもね、スペースもあるけれども、スペースがあるんであれば最初からね、このポットにやって直接巻いて鉢上げをしないってやり方もあるんで、俺はスペースがちょこっとなかったし、温度がマイナスの縛れる寒い時期にやらなきゃいけなかったから、やっぱ集中的にそこを保温してやる必要があったんで、こういう風に鉢上げっていう選択肢を取ったという感じで、失敗して挽回策だったっていう話です。まあ、今回はこの回にしようと思うんで、まあ、ぜひぜひ、ね、育苗挑戦してみてほしいなと思います。今からやって遅どれのトマトっていうのもやれるし、だんだんでやれるし、このトマトたちが育って終わる頃に次のトマトが取れるように次の苗を作っておくっていうのもできるから、ね、今からまたやっても遅くはないと思うから、ぜひ挑戦してみてほしいなと思います。